よし、皆さんこんばんは。ブレイバツゲーミングブラッドです。ちょっと時間をしました。久しぶりに、配信ができるということですね。1週間ぶりですね。今日は私のみの、音声になりますが、今日来てくれてるのが、うちのクランの、タカさんとドラゴン、うちの息子のドラゴンが来ていますということです。皆さんあれ行きましたか？テレビ局演習は、まあね、かなりね、テレビ局が覚えれるので楽しいなぁと思っています。はい。お、城のワールも来ましたね。ちょっとね、今ドラゴンが準備中なので、ちょっと待ちたいと思います。本日はコメントが違ったので、本日はテレビ局演習、データ争奪戦ですね。ポチッと。ブレイブハーツゲーミングテスト。ないはずだよ。いや、フルパーだから、多分それは多分あれをやってくれたらいいと思う。ブラウザを、はい、よし。ちょっとドラゴンが準備ができてないようなので、3人で行きましょう。テレビ局演習ですね。1人ん6層ドラゴンいけるの？いける？これなんで来ちゃったんだ？私。ちょっと。何？ナイフでいくの？よし、じゃあ準備してください。何が？いや、こっちじゃ変わってるんだよね。うん、こっちじゃ設定はもう、設定はとか、もともとからこの設定になってるから、多分時間が来れば変わるよ。うん、時間が来れば変わるはず。
一回一応アップはしたけど、し直したけどね。みんななんで6層で行くの？え？おう、5層だよね。多分サムネも大丈夫です。サムネも大丈夫だと思います。では行きましょう。なんかめちゃめちゃゴリゴリやねそんな。演習なのに。まあ大丈夫これ。そんないいよ、こんなゴリゴリじゃなくていいのに。じゃあ行きましょう。演習よこれ。はい、じゃあちょっと行きましょう。押してるんで2レイドしか行けなくなっちゃう。これじゃ行こう行こう。ちょっとすみませんね、みんなが今、調整しております。さあ、ありがとう、見に来てくれてありがとうございます。ない演習で、おドラゴンもあれか、アルパカ OK、 みんな OK ね。では行きまーす。第一レイドスタートしまーす。試したいこと。ちょっと久しぶりに OBS でね、ちょっと今配信してるんで。だけど OBS も綺麗ね。うん、綺麗だと思う。なんでこれずれてん？なんでこれずれてんねん。配置もいろいろと変えてみました。配信画面の、テレビ局、今参加してくれてるメンバーみんなの声は外に出てませんので。はい、よし、もっと配信したいな。なるほど、ここで湧く。オッケー、じゃあ先入るね。見せる。来い。夢。おお、夢なしやね。入っとけ。来い。ああ、
4マス2個出たのにさ、ダメだったよ。こういうこともあります。何これ、何これ、あ、セキュリ、なんちゅうこっちゃ。今回は夢ないね。結構音するんだけど、これ結構めっちゃ音が良すぎてやばい、わからん。あと12秒。おう。マジいいのこい。攻めていいのこい。カモン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 。ダメ。ダメでした。引き弱すぎ。引き弱も悲しみ。悲しみ。マジないぞこれ。マジ出らんぞ。出るかここ本当に。出るのかよマジ。全然出らんぞ本当に。本当になんか俺忘れ物ないかな、ちゃんと本当にないんでしょうか。なんかドラゴンじゃないの、撃ってんの。ドラゴンだよね。けどサプだよ。撃ってない？いや、誰だ？ピシピシピシって。音は聞こえるけど、頭の位置出ないね。うん。ああ。ちょっと音量調整するね。出ないよ、怖い。赤ノイズ出ない。え、そこなのに出ないの赤ノイズ、やばない。けど音は近いよね。え、これなんかサプ音赤ノイズ出ない修正とか入った、もしかして。けどめっちゃ出ないじゃん、近いのに音。あれかな。
人がなんか音がめちゃめちゃなんかちょっと OBS で配信すると音めちゃくちゃいいよ、これ。すごい聞こえる、これ。これ、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 この音。けど、出ないじゃん。え、誰か、仲間が撃ってないんだもんね。ねえ、赤ノイズ出ないよ。怖い、怖い。多分、M10 か、ほんと。トイレットペーパー2個とかマジでトイレットペーパー2個はやばい、すごいじゃん。トイレットペーパー2個だからな、結構トイレにこもれるぜ。最高だぜ、こもるぜ。トイレこもっとっていい？で死ぬよね。うわ、怖い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 、マジ怖い。怖いね、どうしよっか。そうなんだよ、すごいサップの音聞こえんだよ。めっちゃ近いのにマーカーが出ないからもうビビってんだよ俺は。明日？怖い怖い。ポスポスポスって聞こえるぞ。すごい久しぶりにドラゴン見たらめっちゃすごい装備や。あ、まあね、眩しい。このあと
これもそのなんかもうマーカー示したところにそうな気がするのかな。マジ？何やろ。出したくねえな、死ぬかな。あの図書室の扉ほんとやめてほしいな。今走った。撃たれたの？いた。いた、あそこの、あそこ、赤煙エレベーターの手前のなんか、なんつったらいいかな、机みたいなところ。赤煙のところにおる。おった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 。ノイズ出した。チナチナこっちおるけね。廊下の奥おるよ。ガンシールドは安い弾からは守れるけど高い弾だったら守れないからね。あ、奥の総合事務局のところのテントのところから出てきてやり損ねて総合事務局に入りました。終わり。え、どっから撃たれた今ドラゴン。大丈夫？グレネード。了解。ちょっと4倍じゃちょっと厳しいな。台が見ようか俺。大丈夫？分かった。気をつけてね。やった？OK。 とりあえず俺も 1枚で死んだ。ノアルそこキープでいい。うん。だろ？ガンシールドおすすめなんだよ。お、ナイス。どこだ？
まだおるで敵。うん、おるおるおる。ちなみにエレベーターのところなんてやってないんでしょ。下、下来た、下、下来たよ。よし。ガンシールドに目覚めたドラゴン。ガンシールドいいよ。相手の弾が本当弱かったらめちゃくちゃいいよ。いやワンパンマンはみんな知ってる。あれで作ってきた。頑張で倒したやつ、あさらんでよかった。ターグンこっち見とって、こっちまだ怪しい。黒光りやったんやろ、ヘルメット。俺奥で寝かしたやつ黒光りじゃなかったよ。ヘルメット黒光りのやつはエレベーターのところにいたやつやん。うん、あ、で、それはだ、もともとエレベーターだったんだよ。もう一枚は全然また違った、多分緑の特艦ヘルムっぽいやつだったもん。それが入ってた。奥に入っていたからね。
った、入ってった、逃げた、気をつけろ、テント行った、やった、特艦ヘルムだろ。なんか今撃たれたかもね。そこから帰ろうか、次のレーで行こう。これ10分で帰れればもう一個行けるわ。ガスが終わらん。
あー知ってる知ってる。帰るね。エネキ。え、何ドラゴンはそうシールドで何を試したかったの？他のシールドの守備力を試したかったの？俺は今これガンシールド使ってるけど、あの相手がそんな強い球じゃなかったらだいぶ強いよ。だいぶ守ってもらってるよ。ああけどそれシールドが破壊されてもほら別にね防具が大丈夫だったらねいいもんね。俺いつもそうこんな感じで。いや硬さは発表されてないもんね。硬さが6とかで発表されてれば結構みんな使うかもしれんけどね。ああそれでガンシールド使おうと思ったの、俺も。だいぶ硬いよ。俺も生存率ちょっと上げたいからずっとこれで言ってるけど、やっぱその装備が最強だよなマジで。そこに関しては、まあ、そのダムダム足に受けてダムダムでしばかれないようにだけしといた方がいい。背中を見せたの逃げた。あれか、あのエレベーターのところ？ああ事務局ね。逃げればよかったのにね。待ち伏せしないでね。あそうなんだ。え事務局の中に2人いたの？テント？そうなんだね。で、よし。この新しい風の桜へのあの台風防衛者はあの靴がいいな。そういやけど見に行こうと思ったけど音が多分すんげえ私が半端なかったけど。ちょっと俺ボタンを押せなかった。とんでもない音が鳴り響きそうな気がしたから。
そうね。よし。行こう。そうしないともう、あともう1レード、3レード行きたいんだけど、ちょっと、巻きでいかないと。うん。3レードは配信。雪かば、こんばんは。あ、雪かばさん、こんばんは。どうぞゆっくり見ていってください。チャキ、お疲れ様です。あ、チャキさん、お疲れです。ありがとう。皆さん、いいねボタンお願いします。ゆっくり見ていって、ありがとう。まあ、ちょっとこれが終わったら、ほら、前配信したかった、あの、なんだっけ、防衛戦、データ争奪戦やりたいんだよね。この後、データ争奪戦やって、ちょっと今日の配信終わりになっちゃうんで、はい、皆さん。データ争奪戦苦手？え、あれ、めっちゃ面白かったよ、俺、この前、言ったけど。先にちょっと勉強しに。ん？ 12 対12の戦い。そう24人軍港に24人で12人対12人の戦いかなだった気がする。面白かったよ。あ、88か。あれこの前88だったね。そうか。おー、嫌い。どこ？ああ、パニックになった。危ない危ない。ガガ君バックよろしく。後ろよろしくね。事務所バチバチです。落とした。前に入る。前に入らん方が強いのに。死ぬなよ。いやいやいや、ここ見えにくいんだ、敵がね。見えてたら、お、飛んだよ。右側にあるよ。あー、左に行った。やられないようにね。この走ってきてるのは何だろう。ボットか。オッケー。今どこにいた2人は。そういう流れね。ん？うん、多分いないと思う。一体ここで縛いた。
俺が開けたけど、そこまで聞こえる？裏からボット軍団来たの倒した、高くん。ああ、オッケー。休憩所からグレア飛んできたんか。ありがとう。多分そこ、多分1枚しばいたチームだから、あと最大で2かな。3枚でうまく詰めろ。大外ツールも気をつけろ。タグ戻るな戻るな、大外の方気をつけて。気をつけろよ。よし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 、オッケー。
どっちから？登ってくるとしたらここからしか登ってこれない。うん、でもここはちょっとさすがにわからない。登ってきたかもしれない。裏は取られたくないから、ちょっと俺は裏を見てるけど、唯一裏取れるとしたらあとそこの階段だけだもんね。大丈夫か？ディレクターオフィス側には行かなかったね、さっきの敵は。総合事務所でワンバ多分戦ったんだよ、多分。総合事務所でニッパー戦って生き残ったところが今さっき倒した。じゃああと1はいいんだか。じゃああと1がどこにいるかって感じ。いるかもしれないね。変電室方面からで、ね、帰ってくるかもしれないってこと。で条件3はもうすでに帰れそうな感じってことね。はい。本当。マジで？条件3にゆったり帰った方がよくないか？Keep our boys open!
重生したね。うん、重生したような気がする。こっち。俺に報告してくれたら俺から報告しとくよ。うん、マジか。2人とどめさせた。多分階段見といて、あのエレベーターの持ち帰る。ダー君、そっちのエレベーターの方を見といてね。俺も死んだら終わりやから。うん、頼む。まあ君が思う完璧だという動きをしてくれればそれでいいよ。エレベーターの方やろ。え、どこやろ。エレベーターの先やろ。このラインやろ。え、誰がどこでどう死んだの。ドラゴンどこで死んだの。ドラゴンの、ドラゴンの死体が分からん。ちょっと先、ちょっと先、ここ、この裏、この裏。出るやつこれ。いやー弱い。階段にいるかも。ちょっと待ってね。あーこれ厳しい、マジ厳しい。どうしよう。
どうやって帰る、うん、裏開いとらん。待って、マジか。重すぎる。ダメだ、これ何か落ちてんところに。ちょっと待って、これは無理。俺一人じゃ今100キロ背負ってるわ。ちょっと厳しいな。どうしよう。そう、俺がこれ捨てるしかねえか。違う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 。どう変えるこれ。あー、めんどくさいな。どこに来て今。も厳しい状態。ふう、とりあえず無事に帰ろう。今俺、うん。大概のところの方は大丈夫で、これが見れるけど、とりあえず俺この場所はよろしくない。動いた、あたかく今ドア開けた、でドア閉めた、うんうん、オッケーオッケー。ね、とにかく重いんだよ俺は今。ダメか、帰れんかこれ。地域上、俺の防具を捨てて二人の防具を持って帰るって辛いな。
重すぎてさ、歯吐いてる。これ多分俺あれでできないもんな、降りれないもんな。階段降りるしかねえのか。エレベーター？マジ？エレベーター危なくない？グレネードでエレベーターの中で死んだ経験ある？モテる。それか、俺今96キロなんだよ。うん、下に降りれない。飛び降りようと思ったけどやっぱ無理だ。この辺のグレネード系捨てさせてもらおうかな。グレ捨ててもこれかよ。え、でも何分だっけ。押しに行くしかねえのか。エレベーターで行くぞ。なんで俺こんな水分ない。水分ないし、俺さっきも捨ててきたし。最悪。2分。あー、もうマジ時間ねえな。一か八かしよう。ありがとう。エレベーターと、どうしようかな。エレベーター、タカ君が2体倒した。1体倒した。これやらない？カウントして、タカ君はエレベーター呼んだ？もしかして。
ター軍帰れる。グッドちょうだいよ、グッド持って帰ってきたぜ。本当に死ぬかと思った。今ドラゴンが回線系で落ちてるかな。いやー激戦やったー。さっきの打楽もだいぶ上がったんじゃない。どう、いやまあけどそれでも俺も一応95上がったよ95も上がった、上がり上がった95以上上がったでしょねえ、結構ノアル倒してたイメージあったけど、おお、じゃあ一応前回の配信で行きたかったデータ強奪戦を一回お送りして今日の配信を終了しようかなと思いますが、データ争奪戦の装備か軽いのでいいよ、2人とも軽いので
軽いのでいい。うん。ん？ああ、まあまあ、ランクは入れるよ。はーい。ノーラ、ありがとうございます。じゃあ、今日めっちゃおるやん、みんな。いいよ、じゃあ高くん、なんか最後に野良連れて行こうぜ。オーディションはする。オーディションします。チャチャチャン。海外のレジェンドと行きたい。えい、いらんいらん。けどなんかやった感じね、やっぱ動きやすい装備がいいよね。足が走りやすい装備が良かったんだよな。だからな、ちょっと走りやすい装備、隙間あるかな、スペース。あ、下ろせるやんけ。考えたらちょっと軽めの装備着ていきまーす。この辺はこれで別にいいから、軽いやつ着たいな。っていつも5層のあれになるんだよ。まあけどあれでいい。ボディーアーマーの軽めと言ったらこれ高い。ここ辺でいいでしょ。ここ辺でこれを買いの、ヘルメットはトリマのやつを買います。どこですか。あったあった。お、ちょっと高くなってる。高くなってるね。これは私そのまま売ります。3000円。あ、本当？いいよ、じゃあ誘って。軽めの銃ですね。じゃあ F2000 でいきましょう。 F2000 の一丁持って、これ符号が入ってないね。符号はいらんでしょ。符号はいらんでしょ。 AP でしょ。 AP だん。これ符号が止まってね。あ、ではね、 AP だん。で、ここを A1 にします。で、これで、あとはよし。あ、信長も呼んでくれた。 OK。こうのよし、 OK、 これで OK。 よし、ということで勢力戦にしたいと思いますが、ちょっと待ってください。ここに、さて、これで
準備は、あともう一人誰か、じゃあ外国人の誰かを連れていきますか。今日は日本人の人多いですね。ああ信長こんばんは。ちょっと今配信中で、これが最後のレイドになります。あのなんだっけ、あれだよ、データ争奪戦。そう、データ争奪戦に行きます。 Did we win this? OK って言ってくれたね。データ争奪戦も一応ランクが上がるので、で、紅白に分かれて戦うみたいなマップなので、これがねこの前の配信できなかったんで、ちょっとこれを最後ラストゲームとして配信したいと思います。敵倒してもねランク上がるんで、でなんかフロッピーディスクを3枚回収した方が勝ちってやつ。違うやってみよう。よし、準備 OK って行こうぜ。I'm ready for the next one. Okay. Okay.Ah, you too, creator of Aryan Breakout. Shit. It's genius. What? Nobunaga. Map is 軍港. Okay. よし。ラストゲームです。行きましょう。12対12やん、面白いやん。12対12やで。Really? I follow us.出てくる、後で。あー、もう現場行きたくねえ、マジ。現場やられるもんな、行くの。そう。
構えぐいよこれ。中央向かってる。死んだロスト。やられてしまうという仲間もやられた、もしかして。マジかやられたね。あ、何、タカ君もやられた。え、どうなったの。まずさ、まずそうなんだ。そうで、敵が、で、エムリはそうでいけたよね。で、めっちゃ丸見えやん。ここめっちゃ丸見えやん。ヘボ。今キルカメラやばかったですね。ヘボかったですね今。めっちゃ丸見えやった。うわ、しかも顔面。あー、けど弾はいいね。この弾にやられたんだったならちょっと、まあちょっともう許してやらんことはない。やられてる。弾が強かったね、敵の弾。いや、だからそれでいいって。だから軽めでいいよ、全然。軽めでいいよ。まあ俺軽めと言っても、まあだいぶロストしたけど今。だいぶロストしたけど、軽めでいったよね、ノブ。なんか大丈夫今の。軽めじゃなかった。まあちょっと マジ軽めでいいよ。バンドルでいい。バンドルとかでいいよ。いやー、2万。いや、さっきの強いやつらだったと思う。たまたまなんか試しに行ってた時あのレベルいなかったぜ。面白い。やられたな。しかも顔面に当たったよ。顔面。特艦ヘルムじゃダメだった。やっぱ特艦ヘルムで行くけど。よし、じゃあどれで行こうかな。普段使わない系で行きますよ、私は。これで行こうかな。しかも開けるを選択するというね、不手際。装備しろよ、マジで。開けちゃったよ、本当に。開けるはないだろ、開けるは。いや、それはないやろ。それはない。それは絶対ない。やっと700万コイン。すごい。信長氏が復活したな。よかったな、お金が。ん、お金。ああ、そうね、うちのチームの信長隊員が破産からようやく脱出したね。おめでとう。不安してたもんね。え、これ何や、これか。そういうこと。いや、さっきのあいつは美味しかっただろうな、俺たち。
あんなしばかり方した久しぶりに。ちゃちゃちゃ。まあまあ80ぐらい一緒。80ぐらいは持っていくとして。なんか外すの？いいよ。というものを見せる間もなく死ぬという。よし、これで食べ物だけかと。食べ物と何持ってる？これか。よし。ケイ。ああ、もう軽くていいよ、全然。ゲームの内容としては、あれなのよ。単純に、フロッピーディスク回収して、先に3枚回収した方が勝ちっていうゲーム。うん。軽いゲームなんで。うん。OK。だいぶ軽いです。お、外国人助っ人はまた面白い格好で、うん、ランク外したんで楽しんでもらえるようになっているぜ。まさかね、あっという間にね、F2000 がなくなるとは思いませんでした。F2000 フル装備があっという間になくなりましたね。いやっぱりね、顔面に当たってやられるというのはですね、いかにこのインドヘルムが素晴らしいヘルムかっていうことを分からせてくれますね。だけか、まあ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 、それはしょうがない。銃は流れているからね。いらないっていうかもしれんな。場所取ってるね。1800いとこ場所来てます。 OK、 準備 OK。 うん、飲むながらリュックだけなんかいいけど大丈夫それ。OK、 じゃあ行きまーす。おっとおっとおっと、健康状態が瀕死ですって言われた。めっちゃダメージ受け取った。ラストゲームです、よろしくお願いします。
誰かが寝ている気がする。誰かのいびきが聞こえる気がする。パラレルから。最終レッドです。よろしくお願いします。ナキの最終レッド。ああ、建設現場行った方がいいよ。おもろい。行くぞ、仲間たち。あれ、どこにあるの？あの、うちの本拠地は。うちの本拠地なくない？なんか本拠地のあれがないよ。フロッピーをアップロードする場所が俺にある。ここだ。ここ行こう。映ってない俺。よし行くぞみんな。ここの鍵を持ってくるのを忘れるという醜態を晒し、持っとく鍵持っとく、まあ、持っとらんのか鍵、あ、持っとんかい。見えないんだよね、基地が。これ基地さっきの場所にあったでしょ。俺見えないんだ。信長も戻せる？わかんないんだよね。さっき見えた？わかった？あ、待って待って、信長。これちょっと俺見えなかったんだよ。多分バグだと思う。俺の画面に映らなかった。これを届けてくれ、あそこに。よし、1枚目ゲット。
どこで回復さ、敵どこの、どこでフロッピーをアップで堂々するかが肝心。そこを攻撃しに行ってもいっちゃん。敵の場所が見えてないやろ、まだ。あ、トワイライトのパートの方かな、ちょっと待って。The enemy has taken one respect. SD。あ、トワイライトアパート方面か。どこだ、どこまで持っていくやつは。次のやつがどこで出てくるか。行くしかねえな。なんかそいつ倒せ。管理棟厳しいな。これ建設現場取りに行ったらいいやん。これまだ取られてないやろ。管理棟行くよりは死ぬ確率がないな。深いか。で、俺バグってんだよな。
が下に来た。フォーワード。え、うち？え、負けた？え、マジで？え、もう敵が3つ集めた？右ってどこだ？タスク失敗、出口は予定通り有効化済み。あ、ほんとだ、もう3つやられてる。持って脱出できない。こっちは？なんだよ、全部バックパックを持ったままでは脱出できませんって。くそ、負けたか。結構頑張ったんだけどな。Retreat! Ah, he's in yet. Maji? Ah, Asuko? やっと曲がり角入れる。信長回復させて。どこで邪魔してたの？Get here. Let me get here. Here.リュック持って帰れんだわ。カモが向こうから走って帰ってきた。おもろ。
12対12だったね、マックスね。負けたー。だけど、ナイスだったよ。ナイスカバだ。よし。ということでね、ちょっと仲間にね、ありがとう。ということで、勢力でデータ争奪戦、まあ、あんな感じでフロッピーを取ると。で、今までにない12対12の戦いっていうところが、まあ、ちょっと結構面白かったんですよね。で、もうちょっとこうまた配信したいところではあったんですけれども、今日はもうちょっともう時間が12時回っちゃったんで、ここで終了したいと思います。はい、ちょっとね、残念ながらね、最初はね、わーっとやつにやられて、で、2回目はちょっと、フロッピーね、2個目ゲットしたところで負けちゃったんで、ちょっと次の配信では勝てるところを見せたいなと思います。はい、それでは、今日の木曜日配信はこれで終了です。次は日曜日というところで、日曜日が、e スポーツチーム、ワルキューレさんの大会に、私、ブラッド大佐率いる、ロータスブラックが、参加することになってます。で、また私が監修する、もう一つ、初心者から中級者、上級者まで楽しめるクラン、ジャパンファーストクランの方も、そこから参加したいという有志が、参加しますんで、ぜひですね、日曜日は、e スポーツチームワルキューレさん主催の、ワルキューレカップぜひご覧いただければと思います。私の方のチャンネルでも、参加しているところの、配信の方は、遅延を入れて、配信したいと思ってますんで、ぜひとも、応援に来ていただければと思います。紳士淑女の方ですね、ぜひ父ちゃんプレイヤーをですね、応援してもらえればと思います。ちなみに息子のドラゴンの方は、ジャパンファーストクラウンの方に所属で、参加する形になりますので、引き続きよろしくお願いします。ここにいるメンバーの中では信長くんがうちのチームで、タカさんが、ジャパンファーストクラウンの方に、参加して、大会ですね、2ヶ月間から3ヶ月間ぐらいある大会かな、参加しますので盛り上げていきたいなと思ってますので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。こちらブレイバーズゲーミングブラッド大佐の配信でした。おやすみなさい。それではじゃあね。